自分の考えや主張をはっきりと伝えられない日本人選手の中にあって異色の存在がいる。本田圭佑選手、23歳。去年の日本代表の試合での出来事だった。得点チャンスのフリーキック。日本代表では中村俊輔選手に任せるのが暗黙の了解だった。しかし本田選手が、俺に蹴らせてほしい、と食い下がる。絶対的エースに臆することなく主張する本田選手の存在感を印象付けたシーンだった。本田選手は去年までオランダリーグでプレー。前のシーズンでは2部リーグながらチームを優勝に導く原動力となった。海外に渡った日本人選手の多くがなかなかレギュラーに定着できない中、チームの司令塔を務めキャプテンまで任されていた。もっと我を出すことっていうのを心がけていきたいなというふうに思ってますね。俺はまだまだ足りないと思ってます。主張か、はい、主張がっていう、そうですね、もっと我を今後ね、もっともっと全面的に出していかないと、こっちではもっともっと上り詰めていけないというふうに僕は自覚してます。キャプテンとしてチームメイトに次々と指示を出す本田選手。海外生活の経験はなく、英語も2年前オランダに来てから勉強した。ブロークンなものだが支障はない。から sometimes you make space for me now last time yeah I mean that this option is good but you can more front no problemRuben, usually when he come down, you also come down, right? Yeah. しかし、本田選手は初めから十分に意思の疎通が図れたわけではなかった。監督は入団早々から強力なキック力を持つ本田選手にフリーキッカーを任せようとしていた。しかし、いざ試合になると、次々に他の選手が、俺に蹴らせろと主張してくる。日本では強気で鳴らした本田選手も、チームメイトの自己主張の強さに圧倒され、しばしばキッカーを譲った。